さ、店内さ模様替えしよっかな。ちょっとデュエルスペースも増えたことですし、お寿司デュエルスペースは入り口の近くの方がいい気がするなぜなら臭いやつらが集まるから。オラも匂う、お前も臭いぞだいぶ。でも大丈夫、俺がスプレーやってやるからな、任しとけ。レジはここ一番奥、ここが一番いい。あ、でもなんかカードショップっぽいわ。無駄なスペースね、なくしたいんだよね。なんだあいつびっくりマークついてんだあいつ。あ、あれか、お前あれかあ、アルバイトくんか。じゃあちょっとアルバイトくんよろしくね。あの、アルバイトくんさ、一応なんだけど、昨日さ、何も言わずに途中で帰ったよね。あれやめてくんない？あれマジで困るわ。あの、レジ普通に人並んでんのに、あの、バイトくんが働いてると思ってて、僕ね、レジの方全く見てなかったの。だから、あの、一応退勤するときは、一応、ま、勤務時間では決まってると思うんだけど、ね、帰らなきゃいけない時間だったと思うんだけど、僕もね、その、いちいち時間を気にして働いてないわけですよ。だから、帰るときは、天井上がりますと。たった一言それだけでいいんだ。人間ならできるよね。君が人間ならば、できるよね。店長、品の割に店狭くないですか？いや、そりゃそうなんだよ。そりゃそうなのよ。俺も気にしてんのよ。だから早くレベル上げてさ、品物増やしたいんだ、俺は。めっちゃいい感じ。めっちゃいい感じになったし。はい、オープン。いらっしゃい。あの、次の日を開始するにはエンター押してくださいって一生出続けてる。これバグだろ、絶対。本当に実際に、カードショップを経営してる。そういう気持ちで行く。ほら、消えた。え、ちょっと待って、なんか。待って、今度マウス効かなくなった。待って、なんでマウス効かなくなった？おい。なんでマウス効かなくなった？ちょっと待って、意味わからん。これマウス効くよね？で、ここはマウス効かないんだよね？どういうこと？何のバグこれ。ねえ。おい、して動かせねえって！おい！ちょっと。じゃあ一回ゲーム終わろう。寝違えたみたいになってる。あ、ほら、動いた。うん。あ、なんか、店の中いい感じになったな。えっやん！あ、やばい。あ、やばい。全部狂った。在庫注文しよう。お、待って、カードボックス、そういえば買えるじゃん。ちょ、単品買いして、お金が足りない。そういえば貧乏だったなって今思い出したわ。俺ってそういえばお金持ってないんだ。誰か買って！誰かそれ早く買って！なんか買ってって早く。買ってってくんないとさ、うちやっていけないんだわ。アルバイト君、お前が一人接客してる間に、俺は5人接客できる。で、品揃えよく見せよう。昨日ね、あの、信じられないぐらいね、パック剥いちゃってね、ムキになって。マレのせいで結構痛い目見てるから。大損してるから、うち。よし。地道にカード売っていくしかない。カードとこのサプライ品。お前もくっさいな、お前は！くさくさいな、お前は！お前見て、な、くっさ、お前ら！くさくさカップルやん。あ、もう外出るんだったら。お前みたいな臭い奴がデュエルスペース行くな。あと、あの、お客さん、立ち見、うち禁止してるんで、ゲームでプレイされない方は、一応ここにいてほしくなくてですね。あの、座って、料金を払うのであれば、あの、観戦も全然 OK なんですけど。いやー、お前、位置変えただけ。位置変えただけ。いや、もう、お前らでやれよ、じゃあ。お前らで対戦しろよ。あとお前誰と対戦してんのこれ。たまに家でやるけどさ。で、くっせえくっせえやつが来たわ。あ、臭いしハゲだし陰キャだし終わってるから。現実見た方がいいぜ。まあ死んだ。まあボックス売れるからな、正直。毎日物仕入れても金が少ねえわ。稼ぎがほとんどない。貧乏です。あとお前らいつまでデュエルしてんの？もう、お前ら一緒にやれば、なんでなの一緒にやればよくないねえ、なんでお前ら一人でやるの全員。いや、別にさ、空いてんだからさ、やればいいじゃん。なんでこいつは誰とも対戦してないの。ちょっといっぱい買っててくださいね、お客様。ん？レジ帰った？もう、お前さ、お疲れ様でしたの一言言えよ。なんで蛇行運転してんだよ。はい、いらっしゃいませ。はい、900円のお返しです。ありがとうございます。またお越しくださいませ。あ、いっぱいパック買ってくれて。いや、今暑いっすよね、初段。マジ第一弾暑いっすよね。大会見ました、お客様。いや、栗河川が暑いっすよね。
こういう話します。次の日帰ってお前ら帰って、普通にね、お前ら普通に帰って。で、次の日開始できない。なんでね、次の日開始できない。こいつらがいるせいで次の日開始できない。で、こいつは各々好きにゲームやってるし。さ、次の日行けないって何なの？もうみんな臭くなってるし、また動かないし、お前これほんとお前もうすごいな、このゲーム。で、お前ら店いつも僕、人変わってる人変わってる誰え、なんか結構地味めなお兄さん二人いたよね。人変わってんだけど。ちょっと、すいません、なんで次の日行けないんだ、これは。おい、おかしいだろこれ。おい、次の日を開始するにはエンター押してください。エンター押しまくってるぞ。こんなにエンター連打することねえぞ、普通ゲームでな。あおーおーおー、ちょ待てバグり散らかしてるやんけお前。だからなんで次の日行けないんだよ。ね、また人変わってるお前また人変わってるこれ。おい、分かった、一回メインメニューに戻って、オートセーブがあったからオートセーブを読み込もう。それが一番賢いと思う。ほら、2万3000、これ3万9000でしょ。何の3万9000だ。ね、また視点動かない、これもう。すごいね、これ。ねえ、すごいね。あと、勝手にお金5万6000になってるし。なんで？ねえ、なんで？どういうこと？読み込んだ数だけ、さ、金が増えてくんだけど、これどういうことなの？一体。はい。お、また金増えた、お前。おい、なんか知らないけど、お前。あれじゃん、これ読み込むたびに、読み込むたびに金が増えてってる。これ無限増殖バグ発見しちゃった。錬金術できてるって。で、俺はもう毎日1万円ずつ増えてくんだけど、何このバグ。視点動かないし。すごいこれ。滞在料金が勝手にプラスされてってる。別に俺この錬金術をするためにやり直してるわけじゃないです。ちょっと待って。お金がマジで増えてく。やばい。何このバグ。お金がずっと増えていく。こんなゲームで裏技見つけたんだが、見て、最初2万3000だったのに、もう5倍になってるんだけど、約5倍。えぐいって、見て右上、ほら、また金増えた、ま、もうすごい、12万5000になった。ワザップじゃん。で、あと、人増えてる、めっちゃ。人めっちゃ増えてる。もう、おいおい、すごいって。人や、もう、めちゃくちゃ。人気店になってる。さっきより人増えてるって、お前ら。さっきより人増えてる。ああ、この場所は臭い。臭すぎるよ。めっちゃ帰った。めっちゃ帰った。臭すぎて人帰りました。はい、金は増えていきますと。次の日を開始するのはエンターを開始します。押してんだ。買い物するかな。ありがとうございます。じゃあこの、もううち夜間営業限定でやっていくしかないよ、じゃあ。で、一応パックン向いとくか。なんかとんでもねえレアカード来てくれ。おお、まあ500円ぐらい。でかいでかい。お、うおー、726円でかい。ありがたいっすね。非常にありがたいっすね。おお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 、いいいい、当たりバック当たりバック。うわあ、やばい、でかい、これはこれはでかい。1万円のカードはでかい。1万円はでかいね。ただ結構金稼いじゃってて俺。これはね、1万3000円、これ1万3000円でいけます。あとちょっと渋いな、値段が820円。うん、いや、じゃなくてだな、店拡張しよう。どう、なんか微妙な、なんか微妙な拡張の仕方だねそれ。おお、いいじゃん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 、めっちゃ広くなった、めっちゃいいじゃん。そしたらこれカード展示はここにできるな。ただ帰らなくてただ帰らなくて謎のバグに襲われて
って言いまして、今一回ゲームもう一回閉じてみようか。あとお前結構頭皮やばいぞもうお前ブリーチすんのやめた方がいいぞ、髪の毛な。お前そこまでして髪の毛染めたいか。頭皮ガン見えだぞ。空気掃除機買おうか、お金ならあるし。あれは何だったんだろう一体。ちょすまん、あの空気清浄機置かしてもらうわ。ここだろ絶対、ここしかないだろ。ここ以外にも置きたい場所ねえんだけど。あのゲームが進まないんだけど、ゲームは進まないけど店がでっかくなってくどんどん。ちょじゃあ作業台買ってまあ作業台はねやっぱねレジの横だよな。若干スペースは気になるところだけど、でこれ効果あるこれなんか吹き出してる、吹き出してる、吹き出してる見てみな。これ近づけたら勝手に発動するほら近づけたら発動するおい空気清浄機の意味ねえじゃねえかよ。帰った奇跡起きたんだけど、まさかの配信中にバグが直った配信中にどうしようもない進行負荷のバグに出会い、粘りに粘った結果バグが直った粘り勝ちしたツイッターでも話題になったっぽい。やっぱそうなんだ。じゃあま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 あ、俺そのとんでもないバグの被害者だから。いけたー嬉しい次の日いけたー。しかも謎に金21万も稼いでる。意味が分かんない。まあそうだな、ちょっとわび金だな。わび金オープンしてますよ。ねえ、ご支援の開始されてます。お、来たアルバイト。お前出勤遅いぞ今日な。ほら、早くレジやれ。おっそどんだけ自分のペース崩さないのこいつ。マイペースすぎるって。マイペースすぎるよ。並んでるの見えん？ここに置いていけばさ、臭いやつが入ってきた時自動で消臭してくれない？プシューって。ほらほらでも落としきれてない落としきれてない落としきれてない。結局俺がやるんだこれ。間に合ってないのね。二個置きはねちょっと高すぎる遅いのお前は、お前は遅いのお前。すいません、お待たせいたしました。新人なものでありがとうございました。お待たせいたしました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、またお越しくださいませ。すいません、お待たせいたしました。いらっしゃいませ。ありがとうございました、またお越しくださいませ。ありがとうございました、またお越しくださいませ。大変お待たせいたしました。すいません。ありがとうございました、またお越しくださいませ。バイト君。ね、そんなふてくされた顔してんだ、てめえ、この野郎。ぶん殴るぞ、お前。お前作業台でお前ストレージに突っ込んじまうぞお前。50円で売るぞ。何をふてくされてんのこいつお前が悪いのにお前が悪いのに何をふてくされてんのこいつ。でショップレベルが次レベル上がったら診断が入荷できるわ。よし、テンション上がってきたなこれ。ちょ、ダイス結構置けるんだな。カードがさ高えんだよ、入荷するのも。しっかりな、売れてくれればな、こっちも問題ないんだが。高いのよ。なんだ、なんかびっくりマークついてるぞ。これなんだ。あ、値段設定しないのか。オッケーオッケーオッケー。まあ、定価の 10%、 まあ、1500円ってとこかな。コレクションボックス高っ。10万で開放高すぎね。さすがに高すぎるよそれは。全部高えな、新商品をさ。あともう一個棚が欲しい。両面棚いいな。両面棚結構使えるな。ただ在庫が見えないの嫌だな。ちょ、これ買っとこう。棚もう一個買って。
ちょっとやばい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 、ちょっと下がれ。はい、ありがとうございました。お待たせいたしました。いらっしゃいませ。あ、間違った。ありがとうございました。またお越しくださいませ。いらっしゃいませ。あ、診断購入ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。うーん、臭いって言ってる。あいつのせいだ、絶対。あいつのせいだ。あいつのせいだ。あれだ。ちょうどさ、臭いやつがさ、店入ってくるじゃん。ちょっとここでシューってやられるじゃん。で、まだ臭いんよ。で、帰り際にシューってやって匂い全部落ちてくのね。意味ないんだよ。店出た後のてめえの匂いなんかどうでもいいんだよ。ちょっと意味ないって。ただうちにはこれがあるからね。うちこれできるね、これ。あれあれあれ、ちょっとこの空気清浄機直当ては、空気清浄機直当て、あ、オフになってるのか。なんか日本円にすると倍のバイト君無能になるバグあるらしいよ。ふざけんなよ。完全に日本円に慣れてないじゃん。で、レベルが上がったら診断入荷しよう。ほら、デュエルスペース増えたぞ。賑わってきたぞ、うちの店も。で、ま、隣にボックス置くか。これでいいな。これでいい。結構並びにはこだわるタイプだから。ちょっと草、ここに空気清浄機を置いたことによって、この臭いやつがどうにかなる、どうなるのかは気になる。試してみよう。いいね。いいね。よかった。ちゃんと機能してくれてるわ。ここいいね。遅い。中煙、遅い。ねえ、猿でもできるよ。さすがに。ゲー仕込んだら猿でもできるぜ。遅すぎるって。よし、次の日。よし、いい感じだ。10円1枚ずつ渡すのえぐいって。じゃ、ちょっとサクッとね、サクッと進めてレベル上げて診断入荷しよう。あれはお前もうだるそうに来んなって、お前。だるそうに来んなって。今日本円でプレイしてる。日本円だとあのアルバイトが無能になるらしい。ね、憂鬱な気分に。お前さ、もうねえ、そんな姿多分見せんな、お前なあ。客も嫌だろ、客も気使うだろうが、それ。ちょっとお客様申し訳ないです。空気清浄機直当てなんで、うち。すいません。ちょっともう遅い、お前は。もううせろ。うせろ、お前は。遅いから。ありがとうございました。お待たせいたしました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。またお越しくださいませ。いらっしゃいませ。どんだけ台使うんだよ、お前。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。またお越しくださいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。またお越しくださいませ。いらっしゃいませ。お、ミンスター強いですよね、今。この前の大会見ました？いや、今まで全然人気なかったミンスター。いや、あれ使いどころいいっすよね。どんだけダイス買ってくんだって、お前。なあ。おい、ダイスバカ売れか、今日。あ、すいません、またお越しくださいませ。お、シャーフィンマジ強くなかったっすか、昨日の大会。ですよね。いや、そうなんすよ。いや、まさか。いや、今って結構、火属性結構今覇権握ってるじゃないですか。で、やっぱ、その、シャーフィン入りデッキ。やっぱなかなか、で、しかも今日、もうお客さんだけで、シャーフィン、もう売り切れっす。もうめっちゃ出てるんで、うちシャーフィン。やっぱもう、でも買ってくお客さん全員行ってましたよ。ちょっと待って、後ろの人めっちゃ切れてるわ。後ろの人バチャ切れしてるわ。後ろの人バチャ切れしたんだけど。ありがとうございます。ありがとうございました。またお越しくださいませ。あ、プレイマットありがとうございます。ありがとうございました。またお越しくださいませ。いらっしゃいませ。
あ、忘れた。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いらっしゃいませ。あー、バクウリムシ強いっすよね。自分もバクウリムシ使ってます。あさ、バイトくんさ、小銭出すときなんだけど、一枚一枚出すのやめてもらえる？まずそう、千円札出すでしょ？次、400円なの。100円を4個掴んで出せばいいの。わかる？アルバイトくん。100円を1枚ずつじゃないの。100個円。うん。で、時間開けて。100個円。そしたら次10円出すんだよね。10円。遅いね。遅い。100円を4枚出せばいいの。ちょ、日本円になれるの難しいかもしんないんだけど、慣れるとすごい簡単だから。うん。あとさ、レジもピッピッピッピってできるんだ。個数選択とかもできんのね。パック買いの場合は。10パック買ったらピッて1個やったらさ、かける10ってやってくれれば、レジも反応するの。簡単だと思うのね。一個一個やつはすごい時間かかるよね。実際にさ、後ろにさ、お客さんがいっぱい並んでたじゃん。ああいうのって気にならない？気になったことある？うん、聞いてないね。めっちゃ並んでるんだわ。じゃあお手本見せてあげるね。近い。顔近い。どうしたの？ボス。俺のことボスって呼んでんの？お前。ね。これ近っ。近っ、お前。近っ。近い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 。ごめんね。な、どうしたどうした、近い近い。どうしたのボスじゃなくて。こっちのセリフ。ちょ、見てて。ほら、こうやってやるでしょ。そうしたら、これ600円。これ、これでいいの。はい、いらっしゃいませー。お待たせいたしました。はい、ありがとうございました。またご視聴くださいませ。はい、ありがとうございました。またご視聴くださいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、ありがとうございました。またご視聴くださいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、ありがとうございました。またご視聴くださいませ。こうね。こうね。あ、店長、終わりましたか？うん、胸元破けてるよ、服。全然見てないじゃん。ね。全然見てないじゃん。だからだよ。じゃあ、ほら。やってみな。さっき教えたことやってみな。ほら、カードね。うん、遅い。遅い。3ってやればいいから。ね。はい、シングルカード。あ、1708円だよ。はい、まずは1000円から出す。あ、違う、200円ね。違う。100円。200円。遅いから。ね。遅い。たった220円出すのにどんだけ時間かかってんのね。もうほら、俺、お前来たよ、これ。これ大変だよ、お前。これ大変よ。一個一個やってんの、お前。それ。もっとビビビビビってやれ。できるでしょ。ビビビビビってやったら。ねえ。この時間混んでくるから。この時間ね、仕事帰りの人とかもいっぱい来るから。で、お客さんは臭いです。で、ここで一回招集されます。壁めり込んじゃってる。ね、壁めり込んじゃってる。そういう入り方されたらもう終わりよ。この小さいスペース入ったの、お前。ね。すごくない？ゴキブリとか猫だよ、それ。ね。ハムスターとかだよ。こういう狭いところ通れんの。すごいね。お前、こんなに並んでんのに、お前、レジ放棄して帰んな、お前。すごいね、お前。どんなメンタルしてんの？ねえ。こんなお前レジ並んでんのにさ、お前それ放棄して帰れる？すごいね、お前。ボス、定時なんで。いや、定時だけどさ、お先失礼しますじゃないんだよな。うお、今日は診断発売の日だから、並んでんね、客が。はい、診断解放。2個いっちゃうよ。で、とりあえず、在庫確保しよう。さあ、診断並べるぜ。で、ちゃんと値段設定してな。お、アルバイト君入ってきた。やべえ、診断楽しみ。俺もパック剥きたい。で、一応充実させといて。やべえ、楽しみだ。プレイマットはね、あるよ。プレイマットある。
で、なぜかわかんないけどうちで一番売れるスリーブ第2弾スリーブ第2弾いきます、出します。さあスリーブ第2弾新商品入荷で、まとめて値段設定しよう。で、これはこれちょっと俺が向くように置いといて、俺のも向いてのお前の向くか、この方形野郎が。俺なんかな、中学生の時にな、銭湯に行ってな、体中にあのシャンプー塗りたくってな、あの銭湯の床をさーってペンギンのさ、ペンギンが表情を滑るようにさ、ピューってさ、やってさ、あれでさ、チンチンの皮さ、ズルっていってさ、その後俺もだえ苦しんで1週間ぐらいチンチン真っ赤っかになったんだからね、信じられないぐらい赤くなったんだから。血より赤かったんだよ。血より赤くて俺血出たと思ったんだよ、チンチンから。で、593円。高いな、これ。650円ってとこか。さあ、10パック剥くぜ。診断。え、さらに進化系？3段進化？あ、でもかっこいいな。うわ、高え、886円。うわ、この右のやつ結構好みだな。普通にポケモンとかに出てきてほしい。かっこいい、カードかっこいい。え、三段進化かっこいいな、普通に。デザインいいね。なんか激レアって書いてある。めっちゃいいな、この鳥のやつとかめっちゃかっこよくない？右から2番目のやつ。これいいよね。おお、よりやばくなってる。よりあの、ポケモンに訴えられそうな見た目はしてる。うん。ちなみに似たようなやつはもうすでにいるから。全然いいの出てるし。ティンブロ。いやいやいや、もうチンチンやん。なあ、チンチンやん。チンブロじゃん、お前。ね、カニの進化いたね。こいつすごいな。過小獣。ちょっと待て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 。やばい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 。パック剥くのに夢中になってるけどさ、全然いいの来ねえけど。うわー、2000円。トルトゥーガ。うわー、1000円。ボルギン、名前かっこよ。割とポケモンにいそうだな。悪、うーん、悪格闘。まあ、悪格闘もしくは悪、まあ、ゴーストありな。いや、ゴーストじゃない。いや、どうだろうな。悪単体だな。もしくは格闘、悪格闘。いえ、ゴミゴミ。ちょっとボスはさ、パック剥くからさ、レジ頼んだよ。激レアカード当てたいから。渋ねえ、渋すぎん？さすがに。ちょっと待ってよ。お、俺じゃん。カリントカゲ。最終進化か、俺がかっこいいって言ってたやつの。ミライドンみたいなやつ。カニの進化、キモすぎん？ちょっと。で、なんか絵柄に差ない？で、あとさ、あの、右側3番目、オンバーンね、完全に。うん、オンバーン。ポケモンにいるから。なんかちょいちょい絵柄違うな。これ AI で作ったのか。石が何人かいるのか。マジ、うわぁ、完全にガノン。こいつ、あ、でもこいつ結構好きだな、ビジュアル。好きだな。いや、ただ安いよ。このカードのさ、このパックの価値考えると安いのよ。もっとこう1万円クラスのやつがドカーンと来てくんないと。渋いなぁ。オンバーン、完全にオンバーン。ちょっと待って、ドナイトスいない？え、ちょっと待って、
右から2番目のさ、トルティーヤみたいなやつ、これポケモンのドダイトスなんだけど、完全に。ちょっと待って、診断微妙すぎるな。まあ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 、俺ワンカートン剥くんで、俺さすがにワンカートン剥いてさ、超高額カードがないってことはないと思うんだけど。まあ売れてるね。渋い渋い渋い、やばい、渋すぎる。渋い。でなんで右のやつだけさ、あのカードの説明英語なん。ねえ、なんで翻訳しきれてないの、あいつだけ。おお、まあ、うん、1400円ってとこだな。ちょっと待って、渋すぎる、やばい。やばい、俺ワンカートン開けてんだよ。ね、嘘だろ。シングルカードバカ売れした。まあじゃあ3600円。このガノンってカードかっこいいな。まあ2300円、もう売れたガノン。やっぱ診断だから売れるんだ。診断から出たねカードってね、多分注目カードだったんだろうね。ほらもうどんどん売れてくんだけど。並べた瞬間売れてくんだけど。すげえ、並べた瞬間売れてく、えぐい。やっぱ診断売れるな。やっぱカード発売前から話題になってたカードなんだろうな、きっと。診断発表前から、ん、診断発表してから結構注目されてたカードなんだろうね。ちょ、ガンガン並べてくか、診断のカードは。売れそうだしな。みんなも待望だったんだろうね、これがね。ほら、俺もうすげえ売れてくもん。すげえ売れてく。やばい。すげえ売れてく。どんどん売れてく。店長遅れてすいません。今から準備します。おせえぞ、お前。もう今日診断入荷の日だから。すいませんね、お待たせいたしました。ありがとうございました。またお越しくださいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。またお越しくださいませ。大変お待たせいたしました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。またお越しくださいませ。おい、どんだけスリーブ買ってくんだよ。ありがとうございました。またお越しくださいませ。いらっしゃいませ。大変お待たせいたしました。はい、ありがとうございました。またお越しくださいませ。よし。リベンジマッチだ。これで最後だ。祈れ祈れ祈りを込めろ、お願いだ、頼む、みんなみんなも祈ってくれ。おお、グリッツォの2561円。3000円で売れる、これ3000円。まあ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 、まあ、正直ありがたい、割とでかいよ。いや、これ888円なんだ。俺だ。また翻訳されてない。なんかちょっと右から2番目のやつ大丈夫？右から2番目のやつ大丈夫か、これ。ポン丸モンが怒るよ、これ。確かにモンスターガードしかないんだよね。そう。なんかこうサポートカード的なやつがねないんだよ。なんか全然アートレア出ないな。結構アートレア出てたのにな。アートレア即売れなんだけどね、いつも。
おお。おお。いやいや、背もでかいんだよ。ちょっと霞んでる霞んでる俺。え？やばいってこれ。ちょっと待ってこれ売りたくない。ちょ待って、売りたくない。売りたくないんだけど。ちょ残しとこう、残しとくわ。いや、ここだな。これショーケース入りだな。でこれ、これ、あ、飾れるんだ。売るんじゃないんだこれ、飾れるんだ。売り物じゃないと。これはもう飾っとくよ。じゃあそらそうよ、これ飾るよ。え、そしたら俺あの神のカードも飾っときたいんだけど、神のカードどこに行ったかわかんねえんだよな。間違えた、安すぎ、危ね。そのショーケースなくなってるよ。え、何、ショーケース盗まれるってこと、もしかして。これさすがに高い。6パチだな、6パチ。これ6パチ。で、こういうやつらも、どうせ売れるんだから、バンバンね、展示処遇。どうせ売れる。あの、ショーケースに散々並べて、ショーケースなくなってたら、俺もうマジで、このゲームさすがにもうすぐやめよ。その時点でやめろ、俺。黒のダイス入荷しとっか。で、フィギュア。新しいフィギュア7万円か。まあ待って、入荷するまでに10万かかるの、バカなんじゃないの。たけえな、プレイマット9万5000円。で値段は3677円でしょ。で値段設定も一応うちのアルバイトがお釣り出すのゴミだから、いや4200円だな。ちょい高めにしとこう。3980円。いや4200円だな。あんな見た目のやつが人気だとは思えないけどね。よし、ちょさすがに在庫。おめえ、あのガキやてめえ、マジで。咲き上がってマジで。また何も言わずに帰りやがった。ありがとうございました、またお越しくださいませ。なんなんだよまったく。部屋の角に在庫ぶん投げるの気になる。やっぱ気になっちゃう。それ俺もね気にしてた。だからここが一番楽なの。こう結論なのね、ここが。おいおいおいおめえ、おいどうしたの、ボスじゃねえんだよ。お前さ言ったよな、帰るときは一言声かけろって。レジにお客さん並んでんのにお前帰っちゃったらレジ誰がやんの、わかる？ねえ、こっちはさお給料上げて働いてもらってんので、別にその自分の帰る定時になったら帰んなきゃいけないの分かるんだけど、レジにねお客さんがいたらね、別に言ってくれればあのボスがやるからね、そこ気をつけてね。すいません、お待たせいたしました。あ、待って、こいつあれだな、テレンスフォイ。これテレンスフォイレジ早いな。で補充速度が遅い。私は TCG トレーディングカードゲームをプレイしていてよく知っているので、私を雇ってほしいのですが、月末にボーナスとしてカードバッグをもらえますか？
調子乗んなよこいつ、ぶっ殺すぞお前よう履歴書にかけたなそれなあ、すごいね。なんでお前それが履歴書に書けんの。お前見てくれよザクレイのことなあ、ザッケリー、お前ザッケリー見てくれよ。別の店で数ヶ月間働いて経験を積み、美術学校を卒業したばかりなのでしばらく働く時間があります。ほら、お、こいつあれだよ、補充速度速い。あ、こいつレジめっちゃ速い。おー、 Is there a job opening for your shop? クイズ、まずはね、言葉の連携が取れないから無理。うん、たとえレジが速かったとしても。仕事が必要です、私は強いです、私はあなたのために荷物を運びます。はい お前自分の言ってること理解できてないの。ねえ、はいまず私は強いですってとこがいいね。おいベンジ、ここにいるよ。あなたのショップでお手伝いが必要ですか。あなたの店で働くこと、とても興奮しています。まず俺ベンジじゃないのね。トレーディングカードゲームをこよなく愛する熱狂的なゲーマーです。私の専門知識とポジティブなエネルギーを起点に提供したいと思っています。あ、こいついいね、この子いいね。ローレン、 I'm let to see with my friends keep calling me Misa a red comment They say I move their times faster Maybe they are just slow ぶっ飛ばすよお前、何言ってんのお前アクセル。あ、そう、お前さ、証明写真撮るときサングラス外せな、なんでそれで撮ろうと思った。ヒカキンでも外すぞ、ローランドでも外すからね。よし、行くぜ。診断を向くのが俺の唯一の癒し。本当に問題ばっかりだ。いいね。まあ6,700円ぐらいで売れるカードが出たらまあまあまあって感じだな。おお、アートレア久しぶり、7360円、いいね。アートレア来たね。勝手にアートレアって呼んでるだけなんだけど。おお、1500円、 EX レア、悪くねえぞ。おお、おお、804円だって。いい流れだ。よし。うわー、かっこいい。初版。1051円。今回流れ良くない？めっちゃいい感じだ。これさ、どうせ売れないからさ、どうせ売れないから150万で売らん150万でしたよこれこれ買ってったらでかくない買ってくわけないじゃん、買ってくわけないんだけど、俺も売らせる気ないのね。俺売らせる気ないから、だからヒカルとか来たら買っていく。うん、でみんな教えて、髪の毛金髪と黒のハーフのね男の人が来たらちょっと教えて、俺も話変わってくるから。そしたらこれさすがに150万売れないでしょ、だって利益150万だよ利益150万よ、さすがにさ売れないと思うんだよね。まあ、初めに来ても教えてほしいね。うん、150万のカードあそこに置いてある時点でちょっといかれてんだけどさ、だいぶ。お、平均値高い。これさっきのパック平均高かったな。で俺これパック向いてる間に右上のあの所持金が150万ボーンって増えたら売れたってことよ。あとやばい、あとロードシルク
シルクロードの個人チャンネルロードシルクで もしかしたらあいつは買いに来るかもしれない。で怖い。超超大物 YouTuber 来た時はさすがに俺に教えた方がいい。いいね、高いね今回。いいよ。いや寿司ラーメンリクはまあ買ってかないんじゃないか。うわ、やばいね今回。いいな。いやキョンク、いやいやキョンクマさんも買ってく。うん、キョンクマさんも買ってく。ちょっとねこれいいね。アートレアこれはでも9000、いや高いな。9000、7364円でしょ市場価格。8000、いや9000、これ9000だ。うん、辻のぞみは買っていかない。間違えた。まあ、5800円。いや強気の6000円。どうせこんな田舎町だから他店行くことないでしょ。他店に行ってね買いに行くことないと思うから、これ4000円。レシラム&リザードンの、価格で。結構高いカードいっぱいあるぞ。意外と稼いだな。展示増やすか。ボスレジ止まんの。クソガキやてめえマジで。あいつマジでよなあ。あいつマジでさ帰んのやめろよ。そうあいつ9時になると帰るの。ここにいてで、あのもう9時ってなった瞬間にもうここに人がいてもこうやって帰るからね。行かれてるからね。うん、でも診断めっちゃ売れてる。やばい。よし、18日目、もう速攻オープンよ。で速攻くせえわ。速攻くさいやついる。なんて頑固な匂いなんだこいつ。芯から匂ってやがる。よし、じゃ診断向きます。今日もパック開封。おお、まあいいね。ちょっと強気の値段設定してみようか次からは。800円、このカードの価値が800円。うわでかい。これ2970、まあ、3000として。で俺だったらカードの価値3500円にするの。相手はランダムに2枚カードを捨て1枚引く。これでシンプルに効果も強いんだよ。ってことは4500、いやあいいね、4200円。いいね、4200円だよね。そうだね、4200円だな。結構強気で勝負し、欲しいやつは買うからね。ちなみに俺だったら買う。1000円とかのやつはどうしよっか。1000円とかのやつはわかる。1800だよね。わかる。わかる。お前カードショップの店員かさでは。こっちとらお前中学校の頃からカードショップに通い続けた男だよ。それと同じ思考ってことはお前カードショップの店員か。俺もね1800円なのよ。1250ありえない。1000円の価値のカードを1250円で売るは一番ありえない。そしたらプラスになんないじゃん。カードの価値が1000円ってことは買いイコール買い取り価格なのよ。で売る場合は買い取り価格よりも高くしなきゃいけない。店の利益になるように。
250円だったら250円しかプラスされないじゃん。ってなると売る意味ないからね。ガノン高いね。ガノン効果そんな強くないのにな。3247円。まあ、これもでも4300円じゃない。4300円とかじゃないか、高くても。なんかくっせーの通ったな。まあ、これはね4200円。これはこれは3000のやつは4000円にしよう。これ1800。これは1300。強気の値段設定でいきます。で、一応シングルカードが売れて、お前バカ行列できてふざけんなよ。店広くしたいね。空気清浄機邪魔空気清浄機が邪魔すぎるんだよ。まず入り口でシュー、で、ここ通ってきたらさらにシュー。お、いいじゃんぽくなってきた。いい感じにショップが、これ広々としてていいね。あ、いけた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 。ストレージ作れた。できた。え、1200円か。1200円の雑魚カードたちを1800円にしよう。やばい、できる。俺めちゃくちゃカードあるよ。やば。え、そしたら、いや、どれでもレア度にして、あ、レアなカード入ってるいいね、レアなカード入ってるよ。いや、2000円で売ろう。2000円、どれでもレア度にして2000円で売ろう。オリパなんかね、まだ作れない。だから結構レア入れてるよ。2、300円だけど1999。やるか、必殺必殺1999名。1円崩し。2000円だと高く感じるが、1999円だと、え、1999円安くねっていう錯覚。まず一番左端の数字が一つ下がるごとに、低くなるごとに人間は錯覚する。安いんだと、そういう風にできてる。実質2000円なのにね。めっちゃカードめっちゃいいカードショップになってきてる。いい。いらっしゃいませー。てめえ、ふざけんなよ。おめえ、散々カード見て回ってただろうが、なんでスリーブしか買っていかねえんだよ。ありがとうございました。ちょっとアルバイト早く来てくんない？俺、パックも行きたいんだけど。スリーブスリーブなのよ。ねえ、それ。ありがとうございました。いらっしゃいませー。ありがとうございました。またお越しくださいませー。おい、タバコ休憩しないで早くレジやれ。いや、あの、スリーブは消耗品だけど、あんなに買わん。さすがに。俺、買っても3個までよ。一度に買っても。透明スリーブだったら、まあ4個。まあまあ4個ギリだな。やばい、渋い。まあでも、ストレージで売れるから。
ストレージで売れるって考えたら まだ強気にいける。でもさ、ストレージ売り相当カードいるよな。何枚入りなんだろう。お、結構でかいの来たよ。871円。うわー、いいね。ボルギンのゴールドエディション。まあ19,000円、25,000円が妥当だが、ただここちょっと強気に26,000円でいきたい。どう思う？26,000円だね。2750。バカバカ。1秒で売れる。3万は強気すぎない？3万は強気すぎないか、さすがに。2万6000だな。で、あとさ、お前どうやってこの空気清浄機のさ、空気清浄機かいくぐったそれ。それでも、空気清浄機を2台置いても、かいくぐるやつがいますと。さ、臭いやつ来たよ。臭いやつが、ちゃんと匂い。で、まずそこでシューシュー。完璧。素晴らしい。コレクションブック。コレクションブック売るか。コレクションブック売ろっか。お前、あと1時間で帰れるみたいな顔してたな、お前。結構充実してない？くっせえ、くっせえのがいるわ。なんで回復出た、体の芯から臭いやつ。臭い客いると帰るんだよな。なんでおめえも帰るんだよ。なんでお前も帰るんだよ。臭いお前が帰ってどうすんだよ。周りが臭くて帰るのは分かるんだよ。なんで臭い張本人も原因が帰ってどうすんだよ。拡張しよっか。拡張しようか、さすがに。ちょっと待ってね、置けなくて。いきます、ボックス開封。初段のボックス開封。初段熱いよ。初段結構売れてるからね。一番売れ行きがいいのよ。安いからなんだろうな、きっと。とんでもないカードが眠ってる可能性あるからね、初段は。ただ安い。ただ安いのよ。まあでもポジティブに考えたら、おお、いいね。まあストレージにできるから、ポジティブに考えたら。ちょっとストレージになっちゃってます、お客様。お客様、ケツの中入ってた。ケツの中入ってたんだけど、全然売れねえし。もうじゃあ1500円。ケツの中入ってた、ストレージが。ストレージって何？この、まあ、言ったらパックであるハズレカード。ハズレカードっていうか、その価値がつかないカードを、まあ、大体こう箱とかに入れて、まあ、こうやってまとめ売りするのもあるし、あとこの箱、普通に蓋とかついてなくて、箱の中に雑にこう入ってるやつがあって、それが大体20円とか30円とかで売ってんのよ。ただ、そん中にたまにね、掘り出し物があるの。まあ、このカードゲーマーはね、このストレージを見て、掘り出し物を探す快感。カードショップ行ったら絶対見ちゃうから。
そう、1枚20円とか30円のカードとかをこうバーって並べてんの。まあこういう風にボックスでまとめ売りしてるパターンもあるよと。いくぜ、来い。なんかすげえの来い。渋い。まだ損害はね少ないから、初段は。いやもう剥き方、わあ600歳のカードでかいね。おーいいね、結構いいぞ。まあまあ高い。おーいいね。販売しよっか。1800いきたいな。ただ今特価セール中だから1750。うーうーもう天才お前。1750って思考に入れてたらコメント欄に1750あったか。もうそれしかないっしょ。1100。いやもうこんなん売る価値ないからね。880円。物欲センサー当たり、あ、てかさ、なんか、カードって、価値とかじゃないと思うんだよね。カードへの愛なんだよね、結局。何が欲しいとか、俺はないの。俺は、カードが欲しいの。そう。カードそのものが欲しいの。で、パックを剥く？それがもう、心の底から俺は楽しいのね。楽しくて楽しくて仕方がないの。だから、別に、レアなカードとかを欲してるわけじゃないんだよ、俺は。なんでもいい。もうめちゃくちゃ嬉しい。スリーゼ。まず40円でいう価値つけるのがそもそも許せないわ。ありえない。カードに対する愛がない。価値じゃないんだよ。よしよしよし。まあこういう時もありますよ、と。まあそれはそれで素直に嬉しいよ。嬉しい。どう？うん。まあ、たださっきの1000円のカードもこのカード42円のカードも俺は同じぐらい嬉しいけどね。お、601円、すごい。まあ、見た目もかっこいいし、ゴミじゃねえかよ。もうショップレベルが全然上がらん。ショップレベルが全然上がらん。向こうぜ。第2弾。いや、ガラスケース置けなかった。てか、ファイルに入ってないカード置けなかった。で、ファイルから消えた。多分ね、待って、なにこれ、なにこれ、26万、フルアートパラレルレア、フルアートパラレルレア26、ちょっと待って、いや、やばい、今まで、神のカードが5万、で、次に出た診断のやつで7万、次26万。やばいって。このバッグやばい。このバッグマジでやばい。ってことは、これ級の化け物が眠ってるってことだぞ。診断にも。
ばい。いやマジ50万で売れる。いやあれ全然50万でも売れるけど、売りたくないから400万。売りたくないから400万。いやてかさ、飾ろうか、もうこれ、これ飾ろうか。飾っていいよ。まさかお前ここにも眠ってるのか。眠ってんのか、バケモンが。嘘だろ。ええ、ガンバリーリアってこと、あれ。いや違う、あれリ、あの帽子リーリアか、あれ。帽子リーリア来たか。やばいんだけど、とんでもないカード引いちまった。やばい、明日から悪いことしか起きないかもしれん。1年間分ぐらいの運使い切っちゃった。うおー、いいね。いいね。1万超えでかいね。むくぜ、俺。今から26パックむきます。いきます。おお、いや、ただ、26万当てちまったから。26万当てちまってんのよ、こっちは。響かないの俺には。刺さらない。26万がでかすぎて刺さらない。確かにパックの表紙出てこないよな。パックの表紙ってこいつか。第2弾こいつ。確かにパックの表紙。微妙か。まあそうそう出るもんじゃねえよな。そりゃそうだよな。てかしばらくは出ないだろうな。わからんけど。ガストレージ売れてね。ストレージ売れてね。わかった。市場価格より207円下げた1000円で。結構強気に攻める俺は。これは弱気だよ。確かに。よっしゃ、どうしよう、そうそうせい。売れた。で売れるぞ。1050にしてみる。こっから、こっからバレないように徐々に値段上げていこう。でちょっと18パック抜くわ。頼むぞ、来いよ。いいね。こいつ高いな。こいつ、このモンスター高いんだよな。大当たりよあれ。大当たりなのに誰も喜んでない。ストレージ売れた時の方が喜んでる。うん、確かに緑色のレアが出てるよね。緑色価値あるのかな。
やっぱ緑か。え、1万も相当だよ。紙1枚に1万だよ。まあ、そのこと言ったら紙1枚26万やばいけど。この緑コレクションでかいな。よし、行くぜ。向け向け。向きまくれ。10パック開けて7000以上出ればアドなのよ。懐かしいグズマ。懐かしい。渋ー。やっぱ緑だ。これはさすがにいいよ。2枚よ。あ、これ黄色だった？あ、緑だ。緑緑。やまあ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 。なんか取っておきたいな、なんか。なんかコレクション欲出てきた。コレクション欲出てきたわ。集めたくなってきた。カード高いから取っておきたくなってきた。ちょっと嫌だな。なんか売るの嫌になってきた。店の経営よりもレアカード当てることに必死になってる。お、スリーブ新しいの買える。いや高っ。ちょっと待て。10万で解禁して1万3000で売れる。じゃあ買える。どこ行こうか。どここれ。棚も買うか。棚も一個買うか。両面じゃなくて。ここだな。ここ。で、ここに、昔の遊戯王の初代のファイルみてえだな。高っ。高っ。6530円。えってことは8000円。これ、小さい頃にゲーム機に忘れてパクられたたまごっちカードのファイルに似てて打つや。ごめんな。ごめんな。できるだけ視界に入れないようには頑張るわ。むくぞ、今日も。今日もむくぞ、俺は。むくだけで一日が終わる。おぉ。いや、でかいでかい。で、ちゃんと1000円でも喜ぼう。1000円でかいよ、結構。渋いか。あ、お茶ありがとう。おい、あれ今の値段いくらだ。おい、1200円。まあ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 、ちょっと渋いか。今回ちょっと渋いのか。うん、まあ嬉しい嬉しい。お、ファイル売れた。ファイル2個。あっしゃー、あっしゃーせー。診断バカ売れきた。なんか高騰したか、診断のカードが。なんか診断急に売れ始めた。忘れた忘れた。よっしゃー。
よっしゃ。え、あ、1500円か、ごめんなさい。環境変わったかもしれん。よっしゃ。ほら、死んだ、めっちゃ売れ始めた。環境変わったぞ。来たぞ、環境。あ、うちドラッグストアじゃねえんだわ。ファイル売れるね。ファイル売れるな。これ入荷しよう。ファイル売れるわ。ファイルネタ開けていいか、これ8000だわ。8000でいけるわ。強気の8000円。ボックス1カートンチャレンジ。第2弾激アツなのよ。だって俺第2弾で26万のカードと5万のカード当ててるぜ。31万よ。ほらや、もうやばいんだって。第2弾やばいんだって、マジで。1万よ。第2弾熱すぎる。なんでこの第2弾がもっと売れてないのかが謎。お前26万のカード入ってんだぞ。ほらもう怖いもん、このバッグ。で、このこいつのフルアートのパラレルレアが26万だよ。フルアートで5555円よ。これやばいっしょ。怖い、第2弾が。よし、まだ3ボックス残ってるから。部屋中を脳汁まみれさせたい。来てくれ、このカードショップを脳汁で浸したい。やばいやばい、第2弾やばすぎる。第2弾がやばすぎる。やばい。ドア、また緑だと。なんということだ。やばい、止まらないのか。第2弾ジャンキー、2弾ジャンキー来てるよ俺。どうした、どうしたの、どうしたの、おじちゃんどうしたの。対戦相手来ないよ。もうお店、これもうお店閉まっちゃってるから。それでも戦いたいの。でもダメなの。おじちゃんまた明日来れる？明日も来れそう？明日来れる？あ、来れないんだ。明日仕事？あ、そうなんだ。対戦したかったの。でもごめんね。今日もちょっとお店閉まっちゃってるから。ね？帰れそう？帰るの嫌なの。ほんと対戦してあげたいんだけどさ、ちょっとお店閉まっちゃってるから。ごめんね、おじちゃん。おじちゃんごめんね。帰ってった。帰って、寂しそう。今日も夜遅いからもうこれぐらいにしよっか。まずこの看板に挨拶。ありがとうございました。ありがとうございました。あしゃっ、カードに挨拶。あしゃっ、そして、あざしゃっ。動画見てくれてありがとう。今日の動画がちょっとでも面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひよろしくお願いします。Twitter、TikTok、Instagram もやってるので、ぜひフォローしてね。それでは次の動画で会いましょう。じゃあのー。